あーもう最悪や、間違っちゃった。びっくりした。いい声今の。いい声じゃね今の。なんなのお前、キモいんだけど。ヒナーノの後ろついていってさ、ヒナーノって言った時のっていう声、誰ですかみたいな。キモい。キモい。怖いよ。今日は誰と会ってたのかな。怖すぎ。ガチで怖いやつやん。ガチで怖いな、そんなあったら。もしめっちゃ怖いよね。ストーカーの素質あり。ストーカーも何でもなんかもう全部知ってるしな、家も。あ、それはそう。ストーカーしようと思えばいつでもできる。いつでもできる。まだでも泊まりに来ててさ、風呂、あ、泊まりじゃない、風呂入って帰ったじゃん、うん、うちで。ツナとさ、風呂覗かんって言ってめっちゃ言ってたんだけど、最悪や。ツナの案外風呂出てくるの早くてさ、うん、覗く準備してたら出てきたんだよ。うわ、もう出てきたとか言って。最悪マジで。やべえみたいな。一応ボイス取っとくかとか思って、覗いた時の反応、うん。一応ちょっと録音回しとくかって回そうとしたらもう出てきた。私別に、あんま多分、そんななんかもう、キャーみたいなのはならんよ。何してんのみたいな感じだね。うん、え、何みたいな。別に風呂ぐらい覗かれてもな。まあそうね。女の子だしな。誰がキャーって反応するかな。みさちゃんやね。戸崎みみです。みみってそんな反応するかな。ぶち切れると思う。あ、おいって言いそう。データ消せよって言いそう。絶対言う。お前マジでデータ消せよ。ベニー、お前。あ、似てる似てる似てる。なんかさ、ベニーってさ、ベニーのことベニーって呼ぶじゃん。言う言う言う。なんかおもろいんだよなあれ。わかる、かわいい。なんでベニーなんだろう。なんでだろう。確かに気づけばベニーだったな。最初ベニちゃんだったんだよ。うん、ベニちゃんから多分いきなりベニーって呼ぶのってなんかあれじゃん。なんかベニーなのかなと思ってる。うん、なるほどね。マジで耳ツボなんだよな。でもさ、呼び方急に変わった時ってさ、距離感じるよね。いい意味のね、近い方。ああ、そうだね。なんか特に耳たいとか結構さ、すぐ誰とでも打ち解けるタイプじゃないじゃん。うん、そうだね。嬉しかったもん。ミミタヤ割とな、人見知りマジで激しいからな。うん、さかミミタヤが泊まりに来る日が来るなんて。まあ確かに、なんかミミがね、こんなになんかいろんな、なんか泊まりに行ったり人の家に遊びに行ったりすると思ってなかったな。うちらも同期も会うのめっちゃ遅かったから、ミミと。全然会ってくれなかったよ、やだ。ミミタヤだって私引き止めてないんだけど、もう一泊泊まっていいって言われたんよ。なんかね、そう、それマジでびっくりした。そう、まさかミミタヤの方から、そういう一泊人の泊まったら帰りたいなぐらいの、うん、ね、思ってたらびっくりしたな。あれは普通にいいけど、私今日ちょ夜案件あるから、その時だけちょっと配信してくるね。うん、静かにしとくとか言って。めっちゃ可愛いよ。可愛いよね。うん、大丈夫、静かにしとく、お風呂入っていっていいとか言って。なんだあいつ、可愛い。めちゃくちゃ可愛いね。なんやねんみたいな。可愛いな。して可愛い。なんかムカついてきた。マジで可愛い耳て。しかも耳てさ、ご飯作ってあげたの、うん、で洗い物してくれて、うん、で洗い物するよってやってくれてさ、洗い物してる後ろ姿パッて見たら、うさびの尻尾ついてんだよね、ケツに。え、耳てよ、尻尾ついてないってさ。そう、これうさぎのルームやなのって。可愛い。可愛すぎです。そう、はあ、解釈一致すぎんって言って。いいな、可愛いよね。リスナーにもらったんやろうな。そう、可愛い、可愛かった。マジでいいな。